AFC チャンピオンズリーグ2001、いよいよグループ G の戦いも第5戦を迎えました。グループ G、 日本の代表として戦うセレッソ大阪はインドネシア、アレマインドネシアと戦うために東ジャワ州にあります都市マランに、なんと12時間、総工程5900キロの移動を果たして、これから戦いに臨もうとしています。4試合を戦って2勝2敗、ホームで2勝、アウェイで2敗ということで、ですね、まあ、はっきりしてると言いますかね、アウェイでは、ね、なかなかいい成績が出てないですね。さあ今日はアウェイで初勝利を目指すところなんですが、いきなりとピンチを迎えています。白いユニフォーム、アウェイになります、セレッソ大阪。おっと、危ないところでした。4チームで戦われています。現在首位は韓国のチョンブクヒョンデ、そして中国の三島ロノ、3位にセレッソ大阪、4位はアレマインドネシア。アウェイの戦いの中、早速ピンチを迎えています。危ないですね、ロマン、カットでシュート、危ない。いやちょっとピーティ、さあこのボール押されない、ヒールパス抜けた、抜けた、シュート、入った、清武先制点はセレッソ大阪。ようやく生まれましたゴールが、これがアウェイ初ゴールになります。ここでここギリギリのところでオフサイドありません、はい、ここでヒールで、はい、そして清武ですね、2人のギャップをついて真ん中突破。いやお見事ですね、はい、この辺だけを注意するだけで全然ゲームの内容変わってしまうんですけどもね、はい、これ前向いてよう挑んで走り出しているのに、みんな後ろ向きに走り直さなきゃいけないから大変ですからね。さあ、イネから右へピンポン、ピンポン、スピードを生かしてシュート、おー、入った、入った、素晴らしい2点目。ピンポンは前を向いたプレーには本当にこう迫力ありますね。そうですね、まあ、シュートまで入っていけるこのスタンスといいますかね、はい、やっぱり見事ですしね、迫力ありますよね、はい、ね。さあこれでこのピンポンを崩してしまうような、はい、ミスをまず後半なくすということでしょうね、はい、で前半以上に、まあ、疲労度が上がってきますから、はい、あっといいチャンスですよ、これ。左サイドチャンスだ、後ろに戻してシュート、素晴らしい、ね、後半開始早々、それこそ見違えるようなパスワークから生まれた3点目。いいボールですよ、はい、マイナスのボール、本当にもう、さあここは危ない、危ない、危ない、低調してるという感じなんじゃないでしょうかね。そうですね。さあまた左サイド一人かわす、うっと、やはりどんどんディフェンスに、さあここもマイボール、だんだんとセカンドボールも拾えるようになってきました。さあ中国から前、シュート、シュート、セレッソ4点目、そして乾自身、このゲーム2点目が入りました。での交代もありますね、はい、もともと守備もそのいわゆるこう守備的な中盤の選手なんですが、さあ前が空いてしまう、あーっとシュートを打たれてしまいました。あれはインドネシアの監督さんは、はい、もう何か終わった感の表情でしたけどもね。そうですね、あちらの監督さんの表情を見る限りだと、はい、セレッソはもうあと2点ぐらい、2、3点取らなきゃダメですよね、うん、さあ清武から左にまた乾だ、乾、乾、乾、あ、まあ今何度かシュートタイミングがあって、そうですね、はい、もう一度だ、拾った、拾った、ピンポン、ピンポンが切り返す、切り返す、狭いところ、乾の前だ、シュート、いやーコーナーになります。さあファーサイド、つなぐ、酒元のボール、このアレマインドネシアの選手たち、この時間になっても、はい、やっぱりなんかこうね、いいやってますからね、はい、諦めませんが、はい、さあここで試合終了のホイッスルです。セレッソ大阪、ついにこのアジアの戦い、アウェイでの初めての勝利、勝ち点3を手にしました。
この結果勝ち点は、9に伸ばして、そしてこのグループ G の中では、暫定ですが2位につけたことになります。